なんか電通のある報道が話題みたいだね。その報道内容を端的に言うと、東京五輪が中止になったら電通が五輪放映権を払い戻さなければならないらしいんだよ。では詳しい報道内容を見てみるね。香港政府の林鄭月娥行政長官は11日定例記者会見で、東京五輪の香港でのテレビ放映権を電通から買い取る契約を結んだことを明らかにした。林鄭氏は、東京五輪がコロナ流行の関係で取り消しになった場合は全額払い戻しを受けるとしている。この報道に対しネットでは次のような声が上がってるんだよ。サイモン・シン、ああなるほど、東京五輪が中止になっちゃうと電通は五輪放映権を払い戻ししないといけないから、何としてでも国民が何人死のうと開催してもらわないと困るのか。滅べばいいのにな。電通、アジア22カ国地域における2018年、2020年、2022年、2024年のオリンピック競技大会の放送権を取得。アジア22カ国の放送権をもう売っちゃったので、払い戻したら会社が傾くんじゃないのかな。傾け。WT11、わたた。国際映像の放映権って、NBC、ホスト局か IOC、主催者から買うものと思っていた僕がバカでした。武蔵。ふん。やはりね。電通に損をさせないためにオリンピック開催ご利用し、絆を取り戻すってあんた銭の絆やろって大阪のおばちゃんから言われそう。水野ことむ、初めて知った。テレビ放映権は IOC じゃなくて電通から買うんだ。日本のテレビ局もそうなのかな。日本政府は電通とズブズブだし、なんだか嫌な匂いがしてくる。東京五輪が中止になれば電通が潰れるかもしれない。ネットではそのような声が多くあるようだね。まあそうだよね。すでに電通は経営悪化の報道も流れてるし、ここに来て払い戻しなんかになっちゃうと電通も持たないかもしれないよね。まあでも逆に考えると、東京五輪が開催されれば電通はものすごく潤うってことなんだろうね。まさに電通利権そのものだよね。なんだか正直複雑な気持ちだよ。しかし今回の様々な五輪問題で利権やお金ばかりが前面に見え隠れするから、ものすごく嫌な気持ちになるよね。それに政府と電通の関係も結構ズブズブっぽいし。とにかく東京五輪開催まであとわずか。本音では東京五輪を開催してほしいけれど、現実的にどうなるんだろうね。引き続き見ていこう。